久保さん、今回あの、株式会社か合同会社、どっちがいいみたいな、SEO でいいんじゃないですか、こうタイトル。まあこれね、あの、僕もあの、会社設立するときにね、あの、税理士さん、司法書士さん、税理士さんに相談しましたけど、まあ結論あんま変わんないっていうね。で、何が違うんですかと。えっと、見てくれですと <laughs>。で、合同会社の方が定款が、 まあシンプルになるとあと税法的にはほぼ変わらないとあとは昔からの名残でやっぱ株式会社の方が建前上をなんかいいっていうのがあるからっていうことでした <laughs> まあちょっと一語一句覚えてないんであれですけどまああの会社建てるときはね税理士さんの方にとか司法さんの人に相談していただいてあの直接直接あのお聞きください 株式会社と合同会社どっちがいいですかっていう。自分でお聞きください。あくまでこれ <laughs>、僕は聞いて、まあ結構前に聞いた話なんで、ちょっと間違ってる部分あるか分かんないですけどね。ただ、久保さんは結構ね、会社経営長いので、この合同会社と株式会社の違いっていうのが、明確的に理解してるのか分かんないですけど。ただ、まあ現状として、まあ、あの、アップルも合同会社とか、こう、なんだ。 DMM も合同会社かなあとは、Amazon も合同会社でしょ ?Apple も合同会社でしょまあ結構大手も合同会社、会社。合同会社、合同会社、有名企業。合同会社、企業とかで調べればいいか ああ、グーグルも合同会社なんですね。グーグルも合同会社。アップルジャパン合同会社。グーグル合同会社。アマゾンジャパン合同会社。あと、あ、N、え、ユニバーサルエンターテイメントも合同会社なんだ。へぇ<ー>あとは、あ、西武も合同会社ですね。アナのホテルクルルグループジャパンも、アナも合同会社ですね。 あとは、ああ、なるほどね。あと、まあ、合同会社 DMM でしょ。うん。まあ、結構、大御所も合同会社に途中で書いたのかな、これ、確か。うん。そう。まあ、Amazon も、 アマゾン合同会社ってやってるのかっていうと、アマゾンなんですよね、別にそ,その後あんま関係ないというか、別に株式会社だろうが合同会社だろうが、アマゾンで売ってるので、DMM も、DMM 合同会社じゃなくて DMM みたいな感じですから、Apple も Apple みたいなね、Mac とかなんで、別に合同会社だろうが株式会社だろうが、あんま関係ないみたいなところあると思いますし。うーん であと、合同会社の方が、株式会社より、あのまあ、あの定款作るというか、なんか、あのちょっと、あの代行費用、代行費用が安くなる、株式会社よりね、みたいなのもありますし、まあ、僕は合同会社ですけど、ただ、まあ、あの名残ですよね、昔からの名残で、まあ、以前ね、あの、お客さんに言われたのが、なんで合同、僕は合同会社にしてたんですよ。でうん なんで株式会社なんですかって聞いたんですよね。合同会社でもよくないですかみたいな。いや、めんどくさいじゃないですか。あのいちいちあの合同会社っていうのっていう。確かにね。確かに、それ言われて、僕はあのあの領収書を切るときにねあの、合同会社ですって言うと、どういう字ですかって言われますからね。<laughs> たまに。どう書きますみたいな。だからもう、合同会社っていう名前がまだ認知度はもう少なすぎる。 だって、合同会社どう書くんですかって言われますからね。認知度低くないですか。うん。で、僕が編み出した方法が、あの、領収書切るときに、あの、iPhone にメモ帳でね、i p h 僕、名刺作らないので、名刺も作らないんで、あ、これで、みたいな。で、あの、領収書宛名、あの合同会社みたいな、これでお願いします、みたいな。<laughs> <laughs> iPhone のメモ帳で、あの、見せてますね。名刺作らなくてもいいってい名刺僕、作らないですから。 名刺は YouTube、まあ。YouTube がダメだったらブログでもいいですけど、あの、ブログはカバンないですね。僕、ドメイン取ってやってますから。<laughs> まあ、あとインスタとかね。インスタも僕、吉谷拓郎でやってますから、本名で。まあ、r 3ンマガジンはね、あの、なんだ、いろんな動画めちゃめちゃアップしてるので、あの、僕以外の動画もあるわけですよ。ね。タイ,あのタイアップしたりとか、音声対談したりとか。 クボさんの動画もありますし、ごちゃごちゃなんでマガジンみたいにしてますけど、ただ、吉谷拓郎公式は僕しかアップしてないですね。これは結構決めてる部分あるんですけど、R34 マガジンはマガジン。うーん、まあ、いろんなのを扱っていくと。で、公式チャンネルは僕しか出ないっていう、アップしないっていうのは決めてますね。うん。だから対談とかも、もし、まあ、R34 マガジンが赤番食らって、うーん、やるんだったら、まあ、吉谷拓郎公式で僕のえ動画、 はアップして、えー、対談とかどうしようかな。まあ、それはちょっとわかんない。また考えますけど。うんまあ、そんな感じでやってますね。はい、詳しくは、まあ、ね、タイトルで釣ってるけれども、詳しくは自分で聞けということでございます。い <laughs> ってらっしゃい。